はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。11時15分をちょい回りましたですね。10月は21日の土曜日でございます。これは昨日の午後8時28分に出ましたロイターの記事ですね、をちょっと読みたいと思います。中国不動産会社ドル建て債権の7割がデフォルト調査会社ということで、シエユーさんという方がお書きになっている、まあ、中国の方でしょうかね。ちょっと読んでいきますと、調査会社クレジットサイトは中国の不動産開発会社が発行した1750億ドルのドル建て債権のうち、1245億ドル相当の債権がデフォルトになっている、過去債務不履行になっているとの見方を示した。ちょっと恐ろしいこと言わんといてな、簡単に。1245億ドルということはですね、20兆近いですよ。そうやんな。1245億ドルでしょ。1桁上がったら1兆円でしょ。2桁上がるわけですからね。20兆近いです。18兆とか19兆と。って感じなの。デフォルトになっているとの見方を示した。碧桂園カントリーガーデン、のドル建て債がクロスデフォルト条項によってよりすべてデフォルトになったとみなした。ディールロジックのデータによると、10月分を含めて605億ドル相当の不動産会社の債権が6ヶ月以内に償還期限を迎える。このうち少なくとも3分の1がオフショア債権という。オフショアというのは外国という、外国で発行されたという意味ですね。ANZ 銀行中国のアナリスト、クレジットアナリスト、ティン・メン氏は債務不履行に陥っていない不動産開発会社も見通しは暗いままだと。販売件数の低調で好転が見られないと述べた。S&P グローバルレーティングスのアナリストリッキー・ツァン氏は住宅販売からのキャンシュフローを低迷とは別に開発業者の資金調達は民間企業を中心に依然として厳しいと指摘した。資金調達を最も必要としている開発業者は債権の担保にするため、適格資産の確保に苦しんでいると述べたと。なんか何気にすごいこと書いてあるんですか、この記事。これで終わりですけどね。あのね、1245億ドルでしょ。20兆近いですね。これドル建て債なんですね。で、誰が買ってんのっていう話がありますね。で、サブプライムの時とね、同じような構図になっている可能性があるわけですよ。多分ですね、これ3年も4年も前に発行されたドル建て債権やと思うんです。それ以前、だいたい5年債とか10年債ぐらい、最長10年ぐらい出すと思うんですけど、昔アメリカ、昔というか、まあ、ほんの3年ぐらい、2年ぐらい前まではですね、アメリカの金利ってゼロやったんですね。で、その時に中国の企業は多分、2.0 とか 3.0 の金利でですね、こう、ドル建て債を出してるんですね。その当時は高金利なわけですよ。だから買おう買おうっつって向こうのですね、ファンドみたいなところがですね、いっぱい買う、金融機関が買って、それをまたですね、なんたらファンドとかっていうのを仕上げてですね、それをまたバラ売りしてると。で、氷回りとか歌ってですね、まあ簡単に投資信託みたいにするわけですね、にバラ売りしてる可能性があるんですよ。そうするとですね、サブプライムの時もそうですけど、サブプライムローンっていろんなところに混ぜられてですね、いろんなファンドとかに混ぜて売られたんですね。でそれでですね、どんどん焦げついたんでですね、そういった投資信託みたいなのがですね、支払い不能に追い込まれたわけですね。でそこからですね、始まったのがですね、サンプライローン危機でですね、これが最終的にはリーマンショックにつながっていくわけですけども。その時がですね、確か60兆やったのかな、リーマンがね。で今回これ20兆あるのこれ。
でまた増えるという話やん。そうでしょ。そうなったらですね、どこかでね、あの時もリーマンの時もその1年前にパリバっていうですね、フランスやったかな、あの証券会社がですね、投資信託の払い戻し不能を宣言したんですね。で今のところですね、そういうふうにはなっていないけどもですね、これだけデフォルトをしていればですね、あのウォール街のその辺の連中、あれその商品にですね、影響が出ないはずがないんですよね。で今のところ何の動きもないのがもう不思議でしゃあないんですけども、あのなんかね、こう記事を読んでいるとね、これはですね、中国国内の話であってですね、世界的にはあんまり関係ないんちゃうかというふうなことを書いてあるのがやたらと多いんですけど、あのリーマンショックの時だってね、あれパリにした10月か9月だったでしょ、うん、な大丈夫大丈夫って最初みんな日本のエコノミスト言うてたんですよ。そしたら途端にガタガタガタと来て、もうその翌年にはですね、もう不況色満開みたいなのになってましたよう覚えてますよ私。あの時ちょうどですね、日本の不動産やですね、マンション開発会社がどんどこどんどこ毎週のように、毎週のようにですね、今週どこどこって、来週どこどこって潰れていったんですよ。あの時は大体分かりました。あ、ここあかんねえ、ここあかんねえっていうの、僕らマンション見てた人間なんでね、むちゃくちゃ無理めの開発してるくんって、こんなとこにこんな業者、こんな値段で売れるわけないやみたいなことをですね、やってるような業者はどん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 飛んでいってましたね。で、あの時はですね、金融危機でですね、いきなりその、なんていうか、こう、あれ、マンション屋が回らんようになったんですね、資金が。で、どん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 倒産してたんですけど、まあ、その時とちょっと似てるかなっていう感じはしますね、今の中国の不動産業界っていうのは。で、いや、別にいいんですよ、どんだけ潰れようとですね、関係ないんですけど、要はですね、これがですね、世界的な金融危機に結びつくかどうかということなんですね。だから、このほんまか嘘か知りませんけどですね、こう不良債権というか、デフォルトになる1245億ドルっていうのがですね、こうどういう響くかと、どういう響き方をするか、額ね、全然少なくないですよ、18兆とか。で問題はですね、これが 1.5 倍に増えるかもわからないってことね。いやー恐ろしい。いや、これどうなるか分かりませんよ、はっきり言うて、ですね、リーマンショックのね、教訓があるんでね、ちょっとやそっとではですね、世界の金融がですね、崩れないようになってるんですよ。今年の前半ですね、クレディ・スイスがぶっ飛んだ時とですね、あとアメリカの地方銀行であるシリコンバレーバンクともう一つ二つぶっ飛びましたね。あの時のですね、この処理の速さというのはですね、私は驚嘆しました。うわすごっと思って。つまりこれをですね、きっかけにリーマンショックは二度と、リーマンショックのような危機は招かないというですね、当局、片やスイス当局と、あとアメリカの金融当局ですね、の処理の速さっていうのはびっくりしました。だからそれを考えるとね、ちょっとぐらいは大丈夫なんかなという気はしなくもないですけど、そのいろんなですね、ファンドをこれを組み込んでるでしょ、きっと。投資家が単純にですね、社債を持ってるなんてことはないと思うんですね。で、いろんな商品に仕立ててですね、世界中で売りまくってるわけであって、だから日本人も買ってる人がいると思います。それがどの程度、要は当然そのね、下がるわけですよ、その価値が。それが組み込んであるとですね、下がるわけであってですね、これからですね、やっぱしね、どういうふうにですね、影響が出てくるのかと。いうものはですね、なんかこう押し量れないなという感じがしますよ、本当濃厚に。はい、何気にですね、さらっと書いてありますけどですね、もうなんと言いましょうか、さらっと書いてあるだけですね、すごいこと書いてあるんですね、ほんまにね。はい、ということでございまして、いやほんまかな嘘かなって、ほんまやったらでも嘘と言わわけにないですからね、いや影響は甚大やと思います。このロイターですね、中国不動産会社ドル建て債権の7割がデフォルトと
という記事ですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。